はい、ご視聴ありがとうございます。ブンでございます。クリアがね、最後の鍵も手に入れて、マリンジャンプ、あ、クジラですね、空飛ぶクジラが強化されて、ちょっと石の村にね戻ってきました。いろんな村ね回っていこうと思います。第二のふるさとですからね、ここは。ちょっとピンクの人に話しかけてみましょう。あ、エマ、まさかムーチがいる。あ、お母さんこっちか。エマ、うん、心配してきたよ。うん、ママずっこさせて。うん、まあいるけどね、知り合いは。誰に頼むの？手伝ってくれる人探してくれて。何？商人さん？ベルカダールの大商人ってこのデックさん。デックさんってあれ、神の弟分ですね。ね。グロッテの町に覆面レスラー。あ、いるね。はいはい。物知りな人、ホムの里に凄いの情報屋さん、はい、村のマスコット、雪国の森、雪国の森にいる。あ、いるね。 あれか、クレームランの魔法使いのなんかしもべみたいなですか。はいはい、声をかけて全員が村に来てくれればきっと石の村は復興できるって。どうですか。まあしょうがないね、第二のふるさとだしね。手助けしてあげましょう。はいはい、まずはデクさんでも探してきてあげましょうかね。あらら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 ら ら, ら, ら、これを復興するのか。デクは、あ、デクの店があった。デクの店どこだっけ。確かな、上の方にあったよね。この辺ですわ。ここか？あ、デクの奥さんか。魔物にさらわれてしまった？はい。神の岩。神の岩、わかりました。神の岩ですね。石の岩、また戻んなか。神の岩だって。神の岩向こうか。はい、ここから先ですね。ワープトーン、はい、神の岩の麓に来たよ。懐かしいね。政治の儀式をしたとこですよ。最初ですね。うん、はい、神の岩です。うわー、怖い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 。髪の毛光ってる。さあ、頂上にやってきた。あ、いた。デク。誰か、誰か助けてよ。デク。デク。デク。あ、兄貴。行くぞ。
デクのやつを助けるんだ。おう。強いな。ヘルコンドルじゃ。いや、うわ、何、え、何、うわ、し、強い、強い。無理だ。間違えた、間違えた。感謝いたします。ダメだ、多分やられる。これ以上は。やめろ。え、ありがとうございます。これならば。ベロニカ休めなさい。任せてくれ。って何をミスしてんの。よし。あー、これきついな。はい。ミス多いな。それではもう一度真相。一刀両断。炎の戦術。お任せください。かわせるかしら。その身に受けよう。ありがとう。スクート。そのシステムが変わった。今のシステムがマスボスより強いぞ。ヘルコンドルじゃ強いぞ。よし、もう一度スクープ。もう減ったな。ダメージ減る。かわせるかしら。よし、あと2回ぐらいで倒すんだ。ナルツメ様、ありがとう。勇者も攻撃しなきゃね。やっぱ覇王様。やーさあ、とどめだ。一刀両断。よし、強い。やばい、気に入って死ぬわ。強かった。敵が全部強い。クリア後全部強い。こんなんじゃラスボス倒せないな。真のラスボスというか、裏のラスボスというか。これ相当レベル上げなきゃダメなの。はい。はい。アレキサンドライトを手に入れたよ。なんだっけ、アレキサンドライトって。休んでんのか。復興手伝ってくれよ。よし。よし、あと3人というか、2人と、一と、西の村に戻るか。あ、デク、早速デク来てるやん。デク、
うん、頑張れよ。なんかね、ダーハルネンの街に来たら音楽が変なんですけど、なんかなんだ、音楽がなんかなんだ、どうしたんですか。凶暴化した魔物がダーハルネンの街を制圧した。町の中にいる魔物を全部倒してダーハルネンの平和を取り戻してくれ。余裕でしょう。はい、はい、はっ。あら、もう終わり。あれがボスっぽいな。そしたらお、油断は禁物よ。一安心ですね。まだいるのか。どこにいるんだ。あ、いた、いた、いた。行きましょう。じゃ、サミダレ好き。あら、もう終わり。はい、そら、うん、後ろから光の雨よ降り注げ。かわせるかしら。終わったな。ちょうどよい。太陽が昇りました。あ、いた、いたよ。わかりにくいところだ。一度最後だ。はい、倒した。うん、ライトニングソード、うん、ディパス、だからディパスって誰ですか。あ、そうですか。最初のやつかな。最初に話した人かな。この人か。うん。うん。だから石の裏の服に。あ、あ、そうだ、これだ。ここにいたか、忘れてた。うん、一緒に寝てくれ。ああ、行ってしまいました。はい、マスコットキャラクターがね、雪国に森にいるっていうんでね、ミルレアンの森にやってきました。この辺のどっかにいるはずなんだけどね。先に行ってみましょう。ミルレアンの門のね、奥地にやってきました。ここです。この奥にね、緩い感じの聖獣がいるはずなんですね。普通に倒しちゃダメなんですね。邪神があるから、勇者の、ね、聖なる呪文でね、倒さないとね、ダメなんです。
勇者が影武者と向こうなんかもなんかもなんかも復活するんですよ。とにかくめっちゃ強い。このレベルじゃ無理。60万攻撃力がとにかくすごい。妖魔の力よ。スキルがつかない。みなに守りよ。死ぬ前に攻撃して死んでる。共に受けろ。片付けない。なんじゃダメだ。こんなんじゃダメだ。これからです。ああこんなんじゃ死ぬ。もうこれで終わりだ。無法。強い。無法。もう勝ちだ。死ぬ。もう逃げるのやめて。神はザミハも覚えてるからね。さあ行くぜ。レゴバレー。メンバーが強い。ガバッフルエンジンの状態でザミハ。ザミハ。ムフフフ。いつまで寝てやがれ。やっぱ死んでしまうな。普通の攻撃で。やばい。勇者を攻撃しないで。なんか勇者が死んでるな。この勇者独自の呪文でやらないと、ダメだ。死ぬかな。死ぬかな。よしよし。なんか寝てるよ。神が寝ちゃダメ。死ぬ。覚悟しなさい。よし行け。うわダメだ。なんかせいに向ける入れたいよ。ちょっとおじちゃん来て。せいに向けるからおじちゃん来て。おじいちゃん誰だ。よし、ウンマ眠ってる。グリーブだ。任せてくれ。あーもう、来た。じいちゃん。ザオリーク。よし。なんじゃここまでか。よし。さあ、これで終わり。デイン。よし。あったりじゃ。強かったな。聖なる雷の力をね、吸収して正常になりました。全員控えて、はい、はい、役に立ってくれ。石の村で見守ってください。はい。
とはグロッチャだけだな。じゃあグロッチャの町に行きますか。そうだ、ピンクの下だ。ピンクの下のとこ行けばいいね。ドラクエだったらピンクの下だね。ピンクの下、ピンクの下、はい、元闘士の人たちが孤児院に押し寄せて地下へと入っていった。ん、地下ってなんか大雲がいたとこやな。この仕組みですよ、あれなんか。どこにいるの？左からですね、うん、どこ、どこ宝箱ですかって。あ、ここに後ろにボスがいるってことやねんか。全然潜水があるってことはボスって倒したらでしょ。どうしたんだ。あ、いた、覆面レスラー。どうしてここに。いや、そんな話は後回しだ。あれを見てくれ。ん、みんなおかしくなっちまってる。俺が強者のエキスを飲んだ時と同じように邪悪な力に満ち溢れてるんだ、うん、こんな芸当ができるのはアラクラトロの他にいない。でも奴はお前が倒したはず。とにかく今はみんなの目を覚まさせるのが先だ。力、うん、体の奥から力が湧いてくるぜ。今なら何でもぶっ壊せそうだ。ペラペラララ、おめえの血舐めたらどんな味ベラ。楽しみだベラ。またボクちゃんと戦えるなんて嬉しいわ。前とは違うビビアンちゃんをたっぷり見せてあげる。チャンピオン、あたいあんたと戦いたいんだよ。あの時みたいに熱く激しくさ。シルビアさん、マスクじゃ、あんたはもう過去の男さ。今の僕はアラクラトロ様なしでは生きられない体になってしまったんだよ。行くぞお前ら、アラクラトロ様のために。なんでこんなジャグ出してんの。ジャイアが強いんだな。こいつだ。ハンサン、グランドクロスだ。レギラゴーン、ルンルンルカルン。一個倒すか。いるから、一刀両断。倒したんか。おりゃぶっ壊す。これこれだ。全部受けちゃうべろ。スカール、聞かせろ絶望の剣に。うわ、
毒ガスサーフ本気出しちゃう。あたいの剣よ燃え盛れ。その身に受けろ、ウィングブロー。いやー楽しい。かわせるかしら。はっはっになってな。そっか。今の我ならば強さという欲にまみれた闘士どもの心を操って我がしもべに変えるなどたやすいことだが、ハンフリー、貴様の心からはかような欲が消えて操れぬ。勇者によって改心したか。いまいまじい。本当なら貴様も支配して我の先兵とし、闘士どもの暴力と恐怖によってこの町を支配してやるつもりだったのだがな。そんなことは絶対に許さん。奴を倒すぞ。一緒にグロッタの町を守ってくれ。おしゃー、ほざくな、ハンフリー。貴様ごとき雑魚など我の相手にならんわ。勇者よ、邪神から与えられし我の新たな力、その身に刻み込むがいい。もう分かった、強さがな。生かしては返さん。何が強いのかな。油断は禁物よ。いや、忘れてるぜ。はい、体が熱い。ナルティア様、はい、何が熱いんですかね。ありがとう。癒しの光よ。行くわよ。バイキルト使える人ね。ガラキだ。もうしばらく。せーの、スポロッ。我がトゲの餌食と。
ありがとうございます。リフォーマーズありがとう。バイキュート。うわ、爪なんて誰も使えない。ローブライク、どうしたし、覆面レスラーはどこだ。覆面レスラーの存在、覆面レスラーいた。おい、覆面レスラー、よし、グリムソンとベロリーマンは、あ、2人来てくれたのか、医師の前に戻ろう。これで全員揃ったね。はい、医師の前に戻ってきたよ。お、村が復活した。お、お前ら、あそこに何かあるな。あとでいいや。とりあえずエマいた。おい、エマ、なんか手振ってる。うん、エマのお守り神ってなんだ、何がすごいの。魅了と呪いを 70% 防ぐ。そんなに大したあれでもないけど、よし、復興したよ。あそこにムンババがいるぞ。あの上の方、崖の上に。
まあ言ってもどうせムンバしか言わない。見守ってくれる言うから見守ってんのか、あそこで、まあ。ということで、石の村が復興しました。よし、それでは次行ってみよう。今さえなら。どう